別号フライデー今日の反省室 <laughs> さあ始まりましたウェブラジオ限定お楽しみ動画コンテンツ今日の反省室でございますけれども何か今日は反省点気になったこととございましたか <laughs> どうしたんですか急にガタガタ <laughs> いやいやもうあこれも久しぶりですもんね久しぶり、ね、久しぶり久しぶりやなと思った今あの拍手が永遠に続くかなと思って これを撮ってる携帯に幸せが溢れてる。見て、あれお子さんがお子さんが貼ったや。ああほんまや。アンパンマンのシール。ああそうお子さあの子供本当あれなに。子供あるあるシールの側の部分もちゃんとそれか。そのシールめちゃくちゃ懐かしい気持ちになった。幸せに触れることなく私は死んでいくんだ。めっちゃネガティブや。 そんなことないですまだそんなことない一生一人でまあやだって長生きしないしゃあ今もうだって味噌汁味噌汁ショックが味噌汁そうみそ汁ショックがあるから味噌汁めっちゃ男前の彼氏できてんてマダムココさんでもないんすか 二十三十歳ぐらいちゃうかなえー、めっちゃマッチョの写真見してくれたんけどんっっ彼氏できたんですって,って全部情報間違えだいぶ前やがそれ発覚したんはもう味噌汁が だってこの一ヶ月半のそうそうの間やから、そうかそうか割としょだから前回放送終わってすぐぐらいに発覚したから。その時ちょっと荒れたんですかやっぱダジャさんは。いやそんな荒れへんかったな。なんかうんまあそうですかっていう。でまあまあ男前やしそりゃそっち行くやろっていう。もうほんまにそんなイケメン待っちゃったよ。そう。そっか。ぜひ本編を。はい。やたら本編おばさん。いやぜひ本編。ただそれも男前すぎてなんか写真も。 ジムでこういう鍛えで今やってますみたいな写真とか載せてんやけど裸のそう,う、はい、そういう写真をさ大体インスタとかに上げる人って大体23人男おんのよあ<ー>、うん、だから私はあんまりおすすめしないよは、ねうん、とは言うたけど、うん、言うたんすか、うん 負け惜しみみたいにな言うだけどこれはおすすめじゃそれはどうやろなだからすぐ論理になるんちゃうかいや分からへんでももう論理になってもなったとてもいらんいらんでも昇進が狙い目いやよく言じゃないいやいや昇進狙い目って昇進に寝ろって一瞬じゃあこっちに来ても離れていくんす昇進が終わったその経験はもう私はねもう今から言いますけどね味噌汁にはねだいぶ早うからね頭に来とったんですよなんでよと思ってなぜさん そんなもうやめときと思った。そんなもうなんかもったりブラスなんかもったりブラ大の大人二人をな手にかけるようなことして大人をなめたようなことしたらあかんほんまに私はもうずっと思ってたからもういいもうそんなもうしてたよチャリでで。いやそれだってそんなんな あの、えー、ねんって言っててな、うん、そんなんええー、男ちゃいますわとかってテンション下がるだけやん今から言えんねやもうそんなもうしょうもないですわ味噌汁作りましょうかみたいな <laughs> 一回でもナジャさんにごちそうするぐらいの器量がないと,とあいや、まあ、そんなんはええねんけどそのじゃあ岩見さん的にそのもう一人現れたやろ岩見さん自転車屋さん的にバックハグくんが現れたやろ私にはい。 その子は今のとこどう思ってるそれは分からん <laughs> <laughs> まだ情報が少なすぎるもんな <情報 S 2> 確かに、ね、情報が少なすぎてまだ言ったらそんな気を持たせるようなことは何も何も。マクハグ以外はしてないねバクハグ以外ないしそっからまだ追ってないの実はご飯も行ってないでしょあそうだからまだ,まだ私もそこ何とも言われへんけどどうするんですかまたご飯じゃあ行く行けるよってなったらまたチャリっすか だってチャリしかないもん。なんかそれこの前反省。あ、チャリあかんっていう反省したっけ？タクシーで行こうってなんかみんなに笑われて、なか何がおかしいのって怒って、ほらチャリやめとくわなんかみたいタクシーで行くわってこと。ういや別にタクシーじゃなくても歩いて行ったらいいじゃない。あの現地集合ってこと。なんか。あ、チャリは置いていった。チャリは置いて。チャリじゃない方がええんか。あ、そうなんや。でももういつも同じななんかそんな思い出したな。

車いっぱい並んでるとか。髪の毛じゃないですからね。違う。でもありがとうお前。頭な頭そげたって。びっくりするでも自転車で。前で。これでパって髪たらこれやで。そんな顔してた。びっくりして。そんな顔してた。いっい大変劇で。痛い。痛い顔してたら。反省でした。反省自然に。 仲良くなれる人がすか。<laughs> いや、でも、<laughs> ほんまそうやわ。ほんまに。もう、なんかもう、僕は。言ってましたね。キ<う><う>ーウアワンって、なんか、パートナーが。いや、だから、キーウアワンって、キーやはいっぱいおんねんけど、うん、そういうことで、全部が友達になってしまってんの、ね、よ、先に。そこに恋愛とかが、な、ないから、あかんのんちゃう。ほんまに難しい話していい。はい。はい、めっちゃ難しい話やねんけどさ。はい、あの。 いわゆる LGBTQ みたいなあるやんか、それってすごい細かく分かれてて、アロマンティックとか、アセクシャルとか、あアセクシャルはキドナル、えっとノンバイナリーとか、ノンバイナリーそういうのがあるのよ。いっぱいあるってことですか？いっぱいあるねんだけど、でだから二つのカテゴリーに入ってますっていう人もいてたりするんで、そう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 、一個だけなので、詳しい、そうやね。んでそのアセクシャルっていうのは。 えと恋愛はしたいねんけどんエロティックなものはなしでいいのよ<っ>セクシャル的なことは。はいうん、で逆にアロマンティックっていうのは、うん、エロティックだけがあってっそこに恋愛感情はなくていいみたいなそういうことそれアロマンティックっていうねん。それってでも 私の感覚では結構なんか若い時の男の子にも結構多い気がするんですよ別になんかもうアロマンティックな感じ分かるなんかやりたい盛りっていうそ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 う別に「お前は別にお前と付き合ってるわけじゃないけど」ううううんんんんうんまあ特別」って名前付けるから「ややこし」になってるとこもあるかもしれんねんけど最近思うのは私はでもエロい関係はなく本当に。 気を使わなくていいパートナーみたいなのが欲しいなって思ってきてね最近。はい、ってことは私はもうアセクシャルっていう人になるのかもしれないなで,でもそれはま,まだそれは女性でもいいってことですかほんだらそれはいやそこはまた違う、ね、男性のよ男性にそっちを求めるんや、うんうん、でもそれはまた出会った人によって変わったりもするしね。 多分ムラムララする向こう側、ね、からも合わせな社内もあるし都合のいいように今はそういうふうに自分に生き返らせてるだけかもしれへんねんでもなんか分かる最近そういう話をし,たしてみんなでああでも私もそれやったら エロスティック。なアロマンティック。アセクシャル。エロティックいらんの。アロマンティックが止まらないじゃないですか。アロマンティック止まらないね。アロマンティック。どっちアロマンティック。やったけど。やってたや。長いキスの途中でもキスしてしもてるからアカンアロマンティックじゃない。あ、そっか。キスまでは。え、アロマンティックはキスしていいアロマンティックは いやもう分からん。体だけの関係って。私焦りもなんもないんですよ。焦り関係ないもんそこに。別に別にじゃ別にいらんなみたいな。余裕余裕余裕じゃなくて一人っていくちゃう。なんかこう別に一人ってい別に一人で楽やなみたいな。で野球とかそういう趣味自分自由に動けるようにしてた それはだからもうそういう人そういう,う,いうほぼ一人で行動します、ね、なんかそういうのもあるんちゃう私が知らんだけど一<あ>人シズムかな一回<ー>自分が好きっていう<ー>自分が好きじゃなくてあんま人に合わせて

ただから船とかでも、別に雑魚寝とかでも大丈夫やし。いや、じゃ、毎日のことやか、ね、でも友達がさ、二日泊めてぐらいってら、ね、全然えねんけど。ずっと一緒にも。そう、そう、そう。ってなると、家族じゃない人ですか。ちょっと無理やわ。どうしましょうかね。<う>いや、フロアとか違う。あ、そっか、そ,かそれがいいよ。なにやさんみたいに。 なんか別うちらもそこ入れてもらったいや別にその本ならそれはでもわかるあそうやって私はオッケーって言うけどミッツがいやの二人いやいやっていうかもしれない。急にやったらミッツさ悪人にしたからめくちゃ優しいめちゃくちゃうちは世話になってますからね全部用意してくれてあそうやいやそれがなんか面倒くさいっていう。 あの子ら来たらまた貸して貸して言うたり大阪臭いねって言われて3人で落ち込んでんかいろいろあの子が来た傘なんかしなみたいになって服いちいち聞いてくんねん靴は何がええですかかううちちらら聞いゃ でも一回はおしゃみとサマンサが二回二回に入るとしても二回あの一、ね、回はもう二つだけ部屋 <laughs> でもここ料理できるフロアやからエシャロさん一回には入れてもらえるかもしれないあお料理ちゃんとですよあじゃお料理担当でじゃあオシャとセットで<階>そうや本当は三つ食堂あるみたいなもんやから<前>めっちゃいいね

バーみたいなお酒好きな人にバーで言ったら百戦錬磨みたいなバーなだから落ち着く方だかそう落ち着こうのバーしんどいわちょっと落ち着きたいわっていうバーしゃべらへんしゃべらへんしゃべんしゃべらへ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 んしゃんしゃべらへんらへんらへんしんんんんしんん ああ、うん、それじゃ司会やろ。うねみ<会><局>んなさっきショーでやってくれて外部の人いい、ね。みんなショーやる。い誰も、まあ、んなんでな,な,なんで劇場があること <laughs> いやいやまあちょっとお金も稼がなあかんやんだって。もうそこに入る人はもうショーも引退してから入るから全然 <laughs> なくてその若手を呼んでショーをやらせて。<laughs> 悪口みんなで言うっていうのはいいと思う審査員みたいにしてまだその時の司会が岩見さんそうやりますやりますそうそうかちょっと老後に楽しみできてきたな確かに老後はちょっと怖い別に誰もいないの別に結婚も何も持ってないけど老後は少し怖いなっていうのだけいやみんなあるってそら一人やったらやかにそれだけそうにぎやかに倒れとった時に大丈夫かって気付いてもらえるような状況作っとかんとそうなんですよそれだけかな 言た老人ホームを経営するっていうのはほんまにいいわほんまにいいわそれいいでする3人で老人ホーム入れましょうかほんまやほんま自分そこ入ったらいいんですもんねそうやね若い男前ばっかり雇ってね結構楽しい老後かなそう想像したらね想像してたらなんか楽しくてうち芸人会も結構老後進化して一人になりたくないっていう人いますから結局みんななんか一人になってる人が多くて まあそういうの作ろうかみたいなも洋楽屋で喋ってますう。もうなそれぐらいの年やいうてもう五十も近いのちょっと考えますよね。またまにお客さん来たら下のちっちゃい小屋みたいな作ってそこで漫才してやっぱり漫才はしたい,い<や>もうい多分一生しときたい。はい多分みんな思ってはると思います。うどうかな。石原さんはあんまりそうやな <laughs> そうやな。いやまあでも楽しいの<う>楽しいんで。うん おんくれたらうやなも嫌ですか昭和いや多分今はもう嫌で嫌でしゃーないしいやいややってるけどそれが60でも月1とかやとすごい楽しめると思うわ。人間っってままやささああ反反反省省省ししすすかかたるとこな今今日日はんの

だそっちの「どうなるジャーナル」の方が分かれへん,ごめんなさいあそこはでももう難しい,、ね、さいやほんまに私がそこじゃあやれって<も>じゃあ今日ナゼさんお願いしますって言われたら、はい、私何にもできひんと思われ何にもできないことは大いいやほんまにほんまにあのなんか例文書いてあったやんか、はい、あれ普通に読んで終わってまうと思う,そうあれようできた例なんすよ

違う番組にも渡しましょうこれはね。そう木曜日にジャーナル的なこと。一応この半年がね、終わ。そ区切りです。あそうかじゃこの半年の全体的な反省でもいいよ。なんかあれば。でも言うたら半年に月一の番組でなんかライブやりますっていうとあんだけいやそうやな。そ ありがたいたくさんの方が1か月に1回でも待ってくれてはるっていうのがやっぱすごいなと思ってんかやっぱり負けてられれへんなこはそうですね今日もあのコメント「ハッシュタグごう」などでナジャさんがこんなやる気になっての初めてだっていうのはやっぱりなんかライバルが現れるとさやっぱそれを見越して MBS さんはそうなんですよきっとナジャさんにやる気を出させるために。 万博宣言にだけは負けたくないもん。そこ、そうこやって、あそっち公式ないわた。公式ライわね。ちょっと待あの姉妹番組、兄弟番組。あれは兄弟番組でしたっけ？そっか。え、本であれは賢ラジオはな何番組？どこから設定のことなので、横から隣、隣番組。ナチュ番組っていうこと。隣さん、隣さんのお隣番組。でもそれはナジュさんの位置づけによってこれから決まっていくわけですよ。 じゃな私がどう思うかね、はい。そうそう。まあそれはちょっといやいちょっと聞く聞いてみようか。ねえ、ね、私が我慢できひんと思う。聞きたいと思う。うん、あそう。私はちゃ聞きたい本当に。うん、聞きたいって言われた時のあの元気なスロッさんに負けて、うん、いや聞かないでつづったよ。<laughs> そんな鋭かってするかたさ。いやあの同調する。これこれより。これこれより。これこれこれもついでにこれ最後にする。これよりするかな。こんなするこんな顔で聞かれたお聞きます聞きますって聞きたいと思ってます。これのほんまにリアルなやつより聞きたいやつおるかみたいな感じだった。ねだろう。実際どうって言われてあんなするのも珍しいやだって。いやでもそういうって聞く人多かったらショックやからな。 いいややどっちも聞いていただいたらいいかなと思いますうちらも頑張りますわそれは負けんように頑張ろうこれはうちらがほんまにうわって焦る時はミッツさんのパートナーアルミカンっていうあれパートナーないねやろなしなしっていうかアナウンサーでやるいやそれがすごいやんだってそこは太刀打ちもできひんそうやなそうんさん頑張りなさい滑舌よくてそうやなほんまにすごいっすねほんなら アナウンサーさんっても絶対面白いでそうやないやでもアホの子もおれへんアナウンサーでもまあミッチャンとか言ったらミッチャンあでもミッチャあれは賢で売ってへんやんか可愛げで売ってるとこあるから可愛げナンバーワンやんかでもやっぱ女子アナ私多分やけど結局三つがその自分のタイプのアナウンサーを指名しだしたら終わると思う <何>そんなんしだしたらもう赤。けそんなんしだしたら赤と思う。だからそうですか。うん、すごいこれこれでよかったじゃます。来月こうなる。あ,<ー>あ<ー>どうなるじゃお前は女できるもんな。始まりますドドン。イプのアナウンスを示しだ、うん、したら赤。 死だすと思う死だすと思うあいつだすと思うそんな下心ラジオじゃないでしょラジオあんだけ好きな人でしょ結局うちらが一番楽しみにしてませんいやお前まやねって結局その話になるもんなどこからでも賢の術中にハマってるドレス選んでもらってる時からちょっと感じててるな <laughs> 結局いうこと聞くねいやそうやね結局な結局いうこと聞くねんピシャって言われたら黙るしな <laughs> そう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 あっち向いて <laughs> 画面向いていでさもう目はさ本人やなんか目開けた方がいいんかあちゃうだからこう全然照らすわご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いします <laughs>